この動画には以下の成分が含まれているっす。両方容量を守って正しくご視聴ください。ほんじゃ、エメラルドレイクで乱獲すっぞ。狙いはパイプっすか？まあ、いろいろ狙ってみるぜ。エメラルドレイクではカヤックをレンタルできるぞ。他の釣りポイントに移動するには、カヤックをレンタルして移動することになる。まあ、カヤックは後でな。まずは、基本的な桟橋からアプローチよ。なんで下をガン見してるんすか？いや、竿を寝かせてアクションさせてるのよね。竿を立てて右クリックすると引く動作になるけど、竿を下げて右クリックすると逆に緩む動作になるのよ。こっちの方が誘いやすい気がするからやってる。きっと。おーん。引きが微妙だな。イエローパーチ。鈴木モクペルカか。トロフィーサイズっすね。前回も倍速中に釣ってたけどな。イエローパーチは下道扱いか？まあ、値段もそんなに高くないからな。でも、トロフィーサイズの経験値は結構美味しい。釣れたら何でもいいって言ってたやつがすでに獲物選び出したけん。まあ、クレジットと経験値が目当てになりつつあるからな。しょうがないっすよね。ほんじゃキープっと。今度は桟橋じゃない丘から投げてみんべ。スーパースロー。それを言うならスーパーキャストじゃないんすかね？いちいち突っ込まなくていいから、スルーしておきなさいって。飛距離は45メーター。とりあえず、深めをブリッジングで引いてみっぺよ。そこにルアーが沈むまで、ちょいちょい動かして様子見。沈むのが遅いっすね。沈むのが遅いんじゃなくて、深いってことだわな。深いところの底の方を泳がせると、浅くなるときに地面を引きずることになって、ゴミとか引っ掛けやすくなるのが問題か。根掛かりとかしやすくなるよな。まあ、せっかく右上に見えているんだから、そこに接触しないように気をつけて引いていこう。着底したらただ巻きで引き上げる感じで。引いたら引いたで、水深が浅くなって底が迫ってくるわな。結果的に底の方を這う感じでルアーが泳ぐんすね。それがいい形になっているのかどうかはわからんがな。ルアーの深度調整ができたら、またブリッジングで引いていくと。ブリッジング好きだよな。ちょいちょい右クリック入れるから、勝手に合わさってヒットすることもあって楽なのよ。ほん。ルアーの合わせのタイミングが未だによくわからん。合わせなくても魚が勝手にかかったりするから、コツがいまいちつかめない。ヒット。あ、ヒットした距離を覚えておいて、魚の潜んでいるポイントを絞っておくといい。その方が毎回遠投するよりもトライの回転率が上がるから。などと言ってる間にゲット。レッドフィンピッケレル。グラスパイクと同じく小型のパイクで、名前の通りにヒレが赤いのが特徴。グラスパイクと同じってことは、経験値も売り値もそこまでじゃないか。とりあえず、次行くべ。よっこ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 っと。今度はグラスパイクか。サクッとキープ。残り10メーター。小屋ダメか。おっと。残り6メートルでヒット。からの大ジャンプ。イエローパーチ。サクッとキープ。ここでも結構サクサク釣れていいね。釣れなかったところバッサリカットしてるからだろ。実際には釣れなくって無意な時間を過ごす方が多いっすよね。無意じゃないぞ。その時間の間にサンマ用の疲労抜きが同時進行されている。お前は魚類の天敵か何かなの？そうだよ。魚食いまくる俺が天敵でなくて何なんだよ。そして、お前もそうだろうがよ。猫はそんなに魚食わんぞ。熊みたいに川で魚取ったりするわけでもないだろ。普通に肉の方が喜ぶっすよね。人が取った魚を狙うのは、あくまで取りやすいからだからな。勘違いすんなよ。じゃあ今年のサンマはカリカリに交換しておくからな。きっと。別に魚が嫌いって言ってるわけじゃないのにそういうことするか？性格悪いな。どの口が言ってるんすかね。結構引きが強いな。チェーンパイプかな？いや、チェーンどころじゃないな。カメラ回してるよな。大丈夫だそうっすよ。この前取り逃したノーザンパイクか？かもしれん。あと10メートル。跳ねた。正面向いてて種類わからんかったな。なーに、釣り上げりゃわかる。どっこいしょー。やや小ぶりのノーザンパイクっすね。若尾一歩手前。成人の日に逮捕される新成人の巣。これでグラス、チェーン、レッドフィン、ノーザンパイクと釣り上げたところを撮影できたわけだな。エメラルドレイクにいるパイクはコンプリートっすね。まだトロフィーサイズもいるから狙い続けるがな。パイクマスターの3を達成。これは種類じゃなくて釣り上げた総数かな。コイン3つに極太ライン。この太さのラインはリールが対応していないな。前もでかい針が報酬だったりして、今すぐ使えないものが多いのな。このアイテムが使えるようになるまでプレイしろってことだろ。どんくらいでかい魚に挑むことになるのやら。まあ、今はパイク釣りを楽しもうか。飛距離44メーター。長距離テストで実績解除できたと思うんすけど。適度に重いルアーと長い竿ならいいんだろうけど、あいにく短い竿に軽いルアーだからな。
釣り竿やリールを破壊されても実績解除でコインもらえるらしいぞ。クレジットに余裕あるけどコインが足りないって時は、処分予定の古い道具を破壊処分してコインと交換ってなこともできるのか。できるっぽいな。できるけど、結構覚悟必要だな。結局、リールを壊すほどの大物を釣る機会を一つ減らしてるわけだし。さっき言ったみたいにクレジットに余裕あるならいいけど、クレジットに余裕あるって事態が金欠の現状では想像もできんな。こりゃダメかな。ヒット。諦めかけたところでヒットするのな。しかもでかいぞこれ。またノーザンパイプっすかね。うおお。暴れる。そろそろこの装備も厳しくなってきたな。竿はまだしも、リールとラインが厳しい。ふんぬぬ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 昔は普通免許だけで自動二輪乗れたんすけどね。どせトロフィーサイズチェーンパイク。トロフィーサイズのチェーンパイクとなるとノーザンパイク並みになるのか。なかなか手応えがあっていいな。経験値100も美味しい。よし、どんどん釣るぞ。楽しんでますな。このポイントはいい場所かもしれんな。大きめのパイクがいっぱい釣れる。せっかくカヤック借りられるのに。ウォールアイとか釣っていないから、そこら辺狙うのに必要なんかね。きっと。また大きい。リールの負担がそこまでじゃないけど、ライン負担だけ強いから、動きが激しいだけかな。ほいやっと。トロフィーサイズのレッドフィンピッケレル。連続トロフィーサイズっすか。チェーンと比較して引きも弱かったから、経験値も47で値段も安いな。まあ、チェーンは 1.5 キロくらいあったのに、こっちは 0.5 キロだからな。サイズ相応じゃないっすかね。あれからパッタリ釣れなくなったから時間変更。陸の容量25キロで、超過は 17.7 キロ。残り 7.3 キロだな。チェーンとレッドフィンパイクのトロフィーサイズが来たから、グラスパイクのトロフィーサイズも欲しいな。グラスパイクがよく釣れるこのポイントで狙ってみんべ。スイッチングでちょいちょいっと。ヒット。でかい。ヤングノーザンパイクかも。たまに西洋のノーザンパイクも釣れるからなここ。その割に負担は大きくないっすね。当たりの負担から一転して、思ったよりも楽に引けるな。よっこいしょー。お目当てのトロフィーサイズグラスパイク釣れちゃったか。大きさや経験値はレッドフィンピッケレルのトロフィーサイズに近いっすね。グラスパイクとレッドフィンパイクは同じアメリカヌスアシュだからな。その特徴は西洋でもピッケレルの名前がついている通り小型って点にある。へえ。チャレンジ達成。トロフィーサイズを一定数釣り上げたってことだな。いい感じじゃないの。なんかあれだな、ドラクエなら銅の剣を買って強くなった感じ。こっからしばらく戦い続けて、次は鋼の剣に買い替えるあたりでまた楽しくなるパターン。ランクが上がった感じが実感できると楽しいっすよね。よし、夜釣りになる前に陸を満杯にしてやろう。陸の容量が増えても、狙う魚が大物になってくると釣る数自体はそんなに変わらんよな。そうね。きっと。近いところでかかったな。おっと、大物か？全体的に引きが強いな。ふんぬぬ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 ぬノーザンパイク。取り逃しから数えて3匹目っすね。サイズの記録更新してないってことは、1匹目が一番大きかったんだな。取り逃がした魚は大きかった。で、またさっきの釣り場に戻ってきた。カヤックを借りないと桟橋かここしか釣る場所ないもんな。桟橋で当たりが来なくなったら、こっちに移動して、ダメなら時間飛ばすってな具合で、高度な柔軟性を維持しつつ臨機応変に対応していこう。次は突っ込んできた。トロフィーサイズグラスパイク。かなりいいグラスパイクじゃないの。だいたい40センチくらいっすからね。陸の容量も残り 1.5 キロだぞ。夜釣り前に2日目終わらせられるな。ぐぬぬ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 。最後の1匹になるか。チェーンかノーザンか。チェーンか。陸の容量いっぱいになったっすよ。よし、今日の釣りはおしまいだ。道具を片付けて撤収しよう。あいあいさ。定期で翌日に持ち越せば、陸の中身を売れる。あれ？クールダウン中。時間を移動したら、しばらくは時間移動が使えなくなる。お前は17時に移動してからクールダウンが済んでいない。リアル時間であと20分待て。あちゃあ。そういうことなら一旦ゲーム閉じてサンマ寮に行ってくるわ。ほんじゃ、今回はキリがいいからここまで。次回、エメラルドレイク3日目。また次回お会いしましょう。チャオチャオチャオー。